無婦人別帳は、松本清長が1958年7月に出版した短編集、及び当該短編集に収録された短編小説、逃亡などを原作とする映画。清長の短編、サドル人形のストーリーをベースに、無婦人別帳中に収録された逃亡の設定を交え、脚色した作品。 野獣郎、クミ、キスケ、小獣郎などは、サドル人形に基づき、新兵、おみよなどは、逃亡に基づいている。DVD 化されている。他1958年版1958年8月7日に、日本テレビ系列、進撃アワー枠にて放送。2015年版2015年4月7日に、BS ジャパン開局15周年特別企画。 松本成長ミステリー時代劇の第一話として放送。1959年版1959年3月7日に富士テレビ系列東芝土曜劇場の第一回作品として放送。1961年版1961年11月14日に TBS 系列日立ファミリーステージ枠にて放送。 1966年版1966年1月25日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠にて放映。2015年版2015年5月12日に、BS ジャパン、松本成長ミステリー時代劇の第4話として放送。1961年版1961年2月4日に、TBS 系列。 グリーン劇場の第18回として放送。1962年版1962年12月13日と14日に NHK 黒の組曲枠にて全公編で放送。1966年版1966年2月8日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠にて放映。 1962年版1962年3月13日に TBS 系列日立ファミリーステージは国で放送。2015年版2015年9月15日に BS ジャパン松本成長ミステリー時代劇の第12話として放送。1962年版1962年12月27日と28日に NHK 黒の組曲枠にて全公編で放送。2015年版2015年9月8日に BS ジャパン松本成長ミステリー時代劇の第11話として放送。1963年版1963年2月21日と22日に NHK 黒の組曲枠にて全公編で放送。2015年版2015年8月11日に BS ジャパン 松本成長ミステリー時代劇の第10話として放送。2015年7月7日に BS ジャパン松本成長ミステリー時代劇の第7話として放送。ありがとうございます。